一はじめに、こんにちは。今回の動画では、日本のすごい GPS 技術導きについて解説します。これを見れば、位置情報の精度が劇的に向上する理由がわかりますよ。なお、チャンネル登録されている方、再度のご訪問、本当にありがとうございます。皆様のおかげで、このチャンネルも1年間継続できています。初めてこのチャンネルご訪問の方、あなたはラッキーです。頭を混乱させず、あなたの知的好奇心を満足させるコンテンツに出会えましたよ。忘れずに、チャンネル登録お願いしますね。なお、もし頭が混乱されたなら、わからなかったことの質問をぜひコメント欄に記載ください。可能な限り回答しますので、よろしくお願いします。では、本題に移ります。に内容、皆さんは、スマートフォン、カーナビ等で GPS 位置情報を日常使っていますね。GPS ってどうやって自分の位置がわかるか知ってますか？実は宇宙にある衛星からの信号を使ってるんです。通常の米国 GPS 衛星情報だけでは位置精度は基本的には数メートルです。最近は Wi-Fi や電話基地局からの位置情報補正で精度が上がる場合がありますが、センチメートルオーダーにはなりません。それでは日本版導き GPS についての徹底解説を。そのためにまず GPS の仕組みから始めます。1GPS の仕組みは、11特定方法の解明方法。まず2次元、つまりグラフ用紙において、1特定は、X、Y 座標を設定したら、2個の、X、Y の変数を知ることで、座標が決定します。次に3次元空間、つまり X、Y、Z 座標を設定したら、3個の X、Y、Z の変数を知ることで、座標が決定します。同じように、4次元空間、時間というファクターが入った場合でも、X、Y、Z と時間 T の4個の X、Y、Z、T 変数を知ることで、座標が決定します。2GPS による位置特定方法。GPS 衛星側は原子時計を使用していて、その時間における軌道計算による位置データを持っています。よって、各衛星からは、正確な時間とその時間の軌道データを発信できます。一方、受信するスマホ側、カーナビ側は、位置がわからないし、時間も原子時計を持っていないので、正確な時間がわからない状況です。つまり先ほどの4次元空間における、位置測定になるので、4個の GPS 衛星からのデータを受信して、やっと正確な位置が判明することになります。ここで一つ条件を変えた説明をすると、もし受信側スマホに、原子時計レベルの時計があれば、話は変わり、3次元空間において、3変数が決定すれば、位置がわかりますので、3個の GPS 衛星をつかむだけで、済むことになります。ただし、原子時計レベルの時計は、数十万円しますので、現状主流の4個の GPS 衛星をつかむ方法が良いですね。2GPS 衛星による位置の精度について、位置誤差の原因とその影響、電離層遅延、電離層での電波の遅延電波が雲の層で遅れてしまうにより生じる誤差で数センチメートルから数メートル、対流圏遅延、対流圏での電波の遅延や屈折により生じる誤差、気象条件に左右される誤差で数センチメートルから数メートル、マルチパス誤差、電波が建物や地形に反射して受信機に届くことによる誤差、都市部や山間部で発生しやすい誤差で数メートルから数十メートル、衛星の軌道誤差、衛星の軌道が正確でないことによる誤差で数センチメートル、衛星の時計誤差、衛星に搭載された原子時計の誤差で数センチメートル、受信機の誤差、受信機の性能やアンテナの設置状況による誤差で数センチメートルから数メートル、3位置精度を上げるため、導き GPS での対応と、その効果、電離層遅延、太陽フレアなど、太陽活動が激しいと、急激な誤差変動しますが、導きは補正信号を送信することで、誤差を軽減させます。誤差は、数センチメートル以下、対流圏遅延、原因は雲、空気中の水蒸気量なので、電波通過路の天候に左右される誤差で、数センチメートルから数メートル、マルチパス誤差、導きは準天頂軌道衛星を増やすことで、マルチパスを回避可能にし、誤差は、ほぼゼロ、衛星の軌道誤差、導きは高精度な軌道情報を提供し、誤差は、ほぼゼロ、衛星の時計誤差、
みちびきは高精度な時計を搭載し、誤差はほぼゼロ、受信機の誤差、回避可能で、誤差はほぼゼロ、4みちびき GPS での誤差極小化のための準転調軌道とは、静止衛星軌道は赤道上の上空にしかセットできなく、日本だと水平線から50度程度なので、高層ビル、山に遮られる場合が多いので、GPS 衛星として使えない場合が多い。一つの衛星でほぼ8時間日本の真上に位置する準転調軌道を考案。よって、最低3機の衛星を配置すれば、導き衛星の電波を拾える。実際には、7機の導き衛星を配置し、常に2機以上の導き衛星電波を拾い、他の衛星は、米国の GPS 衛星の電波を拾うことで、位置精度は格段に上げられるようにしている。5みちびき GPS システムについて、日本版 GPS みちびきは、日本の準転調軌道上のみちびき衛星から、2から4個の電波をつかみ、不足分は、米国 GPS の電波をつかんで、合計4箇所の GPS 信号を受信して、みちびきからの補足データを活かして、実際の位置精度の数センチメートル程度を確保している。3まとめ、題名での質問の、導きによる位置精度の向上はどれだけですか?の回答は、精度が10倍上がっていることになります。つまり、数メートルの誤差が、数センチメートルまでに向上したことになります。今までのところをまとめますと、GPS とは、宇宙にある衛星からの信号を使って、4箇所の衛星データを受信し、計算することで、今どこにいるかを知ることができます。日本版導きは、準転調軌道という日本の真上によく来る軌道にすることで、ビルの谷間や山の中でも電波がしっかり届くようにしています。それと超高精度な時計を搭載しているので、時間のズレもほとんどありませんので、位置情報の精度が上がります。それだけではなく、軌道データの補正や受信位置における電波の遅延程度データも送信しているので、位置精度が従来 GPS よりも格段とアップしていて、数メートル程度の位置精度が数センチメートル程度の位置精度にまでなります。カーナビやスマホでも日本版導き GPS システムに対応させれば、今までのスマホやカーナビでの位置情報がちょっと違うけどというケースはなくなります。安心安全ですね。これで自動運転位置情報も正確になるので、安心安全になりますね。自動運転やドローン配送、ドローン災害救助にも使われるようになって、私たちの生活をもっと便利にしてくれるでしょう。今回は根幹部分をわかりやすく説明していますので、疑問になったこと、もっと詳しく知りたい方は、コメント欄で質問してくださいね。この動画が、日本の誇る GPS 技術導きについて、理解を深めるきっかけになれば幸いです。4、最後に、最後までのご視聴、ありがとうございます。当チャンネルは、より良い日本の未来を創造したいをテーマで発信しております。今回のテーマは、GPS の常識覆す、日本の技術力、導き衛星で、位置精度が〇〇倍向上、世界最高の仕組みを徹底解説、でした。あなたの意見や感想をコメント欄で教えてください。チャンネル登録もよろしくお願いします。この動画が面白かった、参考になったと思ったら、ぜひ友達にもシェアしてください。なお、本チャンネルのコンテンツは、物事を多角的に分析し、わかりやすくまとめています。本チャンネルは洞察力に富んだ、皆様にとって価値のあるコンテンツをお届けできるよう努めています。お時間の許す限り、他のコンテンツもご視聴ください。なお、当チャンネルの他のコンテンツにも興味がありましたら、YouTube 検索欄で、未来創造日本をキーワードで、追加に水素や、レアアース、なの、経済等個別に追加して検索いただくと、いろいろなテーマ別にコンテンツが見つかりますので、試していただければ幸いです。チャンネル登録していただくと、新しい動画を見逃しません。ご意見やご感想は、コメント欄でお待ちしております。ありがとうございました。動画が気に入っていただけましたら、ぜひ高評価をお願いします。今後の動画制作の励みになります。チャンネル登録と通知設定をオンにしていただければ、最新の動画をすぐにお届けできます。それでは、皆様の豊かな人生と知識の探求を応援しています。また次の動画でお会いしましょう。